どうも皆さん、こんばんは、ソロです。本日はですね、雨が降ってるということで、ちょっと外で撮影ができないということで、まあ雨が降ってたらね、機材が濡れてしまうとかね、いろいろ問題があるので、ちょっと撮影ができないということで、ちょっと中で撮ることになりますけれども、まあ今回ちょっと実際に竿を振ったりとかっていうのはないんだけど、まあいつも喋ってるだけだし、あんま変わんねえかなと。ただまあその、こういう本当に室内の映像と外で撮った映像とだったらさ、やっぱちょっと違うかなっていうのがあって、できるだけ竿とか振らなくても喋るだけでも外で撮ろうかなとは思ってるんだけど、まあ今回雨降ってるからしょうがねえっていうことで、部屋で撮ります。やっていきましょう。今回題材は何かって言われたら、ジャックベイトのお話をしていこうかなと思います。まあね、春になってくると、まあ、メディアとかいろんなところでジャックベイト、春はジャックベイトの季節だということで、そういった話が耳に入ってくるようになってくるとは思うんだけれども、まあ言うてね、僕三種の神器、三大得意ルアーの一つがジャックベイトですから、まあジャックベイターですよ、言うてね。そのジャックベイターの僕が、まあ実際春のジャックベイターってどうなので、春のジャックベイトをやる上で何を意識しなきゃいけないのっていうのを今回説明していこうと思います。まあね、春はジャックベイトと言われるんですが、まず結論から言ってしまうと、これ微妙なんですよね。ジャックベイトをジャーキングで使うっていうテクニックは年中有効なんですが、このテクニックが唯一明らかに他の釣りに比べて効かなくなってしまう時期っていうのがあるんですよ。それは何かって言ったら春。特に今時期のプリスポーンとかいうね、個体が非常に多数派を占めてくるような時期は、ジャークベイトのジャーキングっていうのは効かなくなってくるんですよ。だから春はジャークベイトっていうのは、これちょっと逆なんですよね。春以外がジャークベイトでって春はジャークベイトあんま良くないんだよねっていうのが本当のところなんだけど、じゃあなんで春にジャークベイト効かないのか、そして春にジャークベイトを使うために意識しなきゃいけないのって何なのっていうところの説明をまず一つしていこうと思うんだけど、それプラス、そもそもジャーキングの種類、ジャーキングといっても個々の動作いろいろあるんですよ。ただ竿を振るだけかもしれないんだけどね、まあいろいろある中で、ちょっと僕がね、今実際自分自身でやってるプラス、まあ、対別することのできる3種類っていうのを今回ねお話ししていこうと思います。プラスジャーキングをする上で適したタックルっていうのを今回ご紹介しようかなと思います。まあ僕なりにね。で、最後に実況動画を入れたかったんだけど、雨降ってからそれはなしということです。はい、はい、まずなぜ春はジャークベイト効かないのかというのも、冬から春にかけての低水温期っていうのは、水温が下がることによってバスのスピードレンジも下がってくるんですよね。まあ水温が下がればバスの体温も下がって、体温が下がればバスの動きも鈍くなって、まあ全体的にバスだけに限らずなんだけど、全ての魚がスローダウンするんですよね。その中でジャークベイトのジャーキングっていう、この鋭い激しいビビビビッっていう動きは、やはりバスにとってはあまり好ましくないというか、そういったものを追いかけようという気にはならないんですよね。だから低水温期っていうのは、あまり魚は激しい動き、速い動きを好まなくなる。まあ全く食わなくなるわけではないんだけど、リアクションとかあるじゃん、リアクション効果とかあるから、それは全く追わないわけではないんだけど、少なくともそういった冬のジャークブレーキング、低水温期のジャークブレーキングにおいてすごく大事になることっていうのは、止めること。だから動き自体は速いかもしれないけど、その後のポーズっていうのがバスに追いつかせる間を与えることができるので、止めることが大事だよということがよく言われます。ぶっちゃけバンバンっていうこのジャークのアクションっていうのは、バスにルアーを気づかせる以上のものはないんですよね。大事なのはそこの止めで追わせて、追いつかして食わせる、そこがすごく大事なんです。じゃあそれは今のは冬の話です。春もそうなのかって言われた時に、春は実は若干違うんですよね。なんせ春は水温がどんどん上を向いてきて、バスの活性っていうかスピードレンジもどんどん上がってくるんですよ。だったらタンってこの動きに対してもよりよく反応するはずなんですが、実は春の時期、特にプリスポーンの時期っていうのは産卵期ですから、非常にバスがナーバスになります。ということで警戒しやすい。例えばアプローチ的な問題でもそうなんですよね。まあ人間の足音とか影とか、まあ、エレキを踏む音とか、そういったものにも警戒しやすくなってしまうんですけども、さらにルアーのアクションに対してもね、やっぱりそれだけ警戒しやすくなるんですよ。ジャークベイトのジャーキングっていうのは、やっぱりビビってこう素早く鋭く強い動きなので、その素早く鋭く強い動きっていうものに対して、このことをプリスポーンの魚っていうのは非常に警戒しやすいんですね。まあ、警戒しやすいというか、食わない、明らかに食わないです。だからジャークベイトをプッパッパッパッってジャークして引いてきて、うわ釣れねえなってなったところに、全く同じコースで同じジャークベイトをただ巻いて通したら釣れるようになるっていうことがマジで多くなってくるのがプリスポーンの時期なんですよね、実は。だからその激しく鋭い動きっていうのが春は効かないっていうか効きづらい。なので、まあ、冬からの延長でこの時期においてすごく大事になってくるっていうのは、
くり引いてこれるかっていうのがすごく大事なんですね。まあ、冬に関してはゆっくりでいいですよ。もしくは止める、そこにフォーカスを当てて考えてやった方がいいんですけど、春の場合はゆっくり強くなる。これ弱いとまた食わないんですね。特にプリスポールの魚は、まあ、その辺の話はちょっと外れてしまう話なので置いときましょう。で、まあそんな感じで、まあ、春ジャークベイトが効かないですよっていう話をちょっとしたんだけど、そもそもジャークベイトをジャーキングに扱うっていう上でいくつか種類があるということなんですよね。まあ3種類ほど僕は今回対立したんだけど、1つはオールドスタイルっていうジャーキングスタイル、2つ目がアメリカンスタイルっていうジャーキングスタイル。まあアメリカンスタイルとオールドスタイルって何が違うのかって話だけどね。で3つ目がジャパニーズスタイル、まあ、日本風なジャーキングテクニック、その3つに僕は対別できると思ってて、その3つを使い分けてはいるんだけど、じゃあこの3つ何が違うのかって言ったら、1つはルアーアクションの強さ、そして2つ目がルアーアクションの幅。オールドスタイルのジャーキングっていうのはルアーの強さ、アクションの強さは強くて、アクションの幅は狭いんですよね。アメリカンスタイル、まあアメリカンスタイルってオールドスタイルもアメリカンスタイルなんだけど、今のトレンドにのっとったアメリカンスタイルのジャーキングスタイルっていうのはアクションは強いで、アクションの幅も広いのがアメリカンスタイルかなと僕は思ってます。でジャパニーズスタイルっていうのはアクションが弱いで、アクションの幅は狭い場合も広い場合もあるけど、まあ基本は広いかなって感じ。アクションが強いのがオールドとアメリカンタイプ、その2つを分けてるのはアクションの幅、そういったアメリカンタイプとジャパニーズスタイルの分けてる基準はアクションの強さ、強いか弱いかっていうことだと思います。でそれぞれ深掘りして話していこうと思うんですけども、1つはオールドスタイルのジャーキングテクニックなんですけれども、これはいわゆる、まあ、こういったねラトリンログを使って6フィート以下のショートロッドを使って激しく短くババって動かすっていうのがね、オールドスタイルだと僕は認識してます。これはもうタックルバランスっていうのがめちゃくちゃシビアで、ルアーとかも基本的にはログ、なぜログがもてはやされてるかって言ったら、そういった強くて狭いアクションが出せる数少ないジャークベイトの一つなんですよ、ね、非常に短い距離感の中で非常に強いアクションを出せる、これはもうログの特権だと思ってますから、まあそういったログを使って、かつそのログを 100%120% 扱うためのシビアなタックルバランスっていうのが非常に必要になってくる。ジム・ビッターという人がねやってたテクニックなんですけど、それがいわゆるオールドスタイルだと僕は認識してます。でこれは僕がログジャークとかでよく本当昔の動画とかで解説して、かつ賛否両論というかなかなかなんか物議を醸すテクニックなので、僕も腫れ物扱いであんまり言いたくないんだけど、こういうテクニックがありますよということです。2つ目、アメリカンスタイル。アメリカンスタイルっていうのは、まあ、オールドスタイルも基本ジムビッターがソッとしてのアメリカンスタイルなんですけど、それが時代の流れとともに、まあ、現在 BASS だったりバスプロツアーだったり、あの辺の、まあ、今のバスプロたちがやってるジャーキングテクニックみたいなのを僕はアメリカンスタイルって言ってるんだけど、基本的にはアクションはすごく強いです。バン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 って本当にムチ叩くようにアクションさせてやるんだけど、プラス使うルアーっていうのがこういったログじゃなくて、まあ、今回これあのアシュラだけど、まあ、アシュラとかワンテンとかそういったまあジャパニーズジャークベイトに近いようなジャークベイトを使う。どういうことかって言ったら、よくダートする。よくダートするルアーを強くバンバンってアクションさせてやることによって、非常に大きなスライド幅、非常にトリッキーなアクションで、より広い範囲にアピールさせてやるっていうのが、僕は最近のトレンドだと思ってます。そうすることによって、まあ、ハードルアーの中でもトップクラスのこの、だからより広い範囲から魚を寄せてくるよね。っていうのが僕は今のアメリカンジャークベイトスタイルだと思います。これはアメリカンスタイルと僕は言ってる。でもう一つはジャパニーズスタイル、日本のバスプロがよくやってるジャーキングスタイルなんだけど、使うルアーはアメリカンスタイルと似たような感じ、まあ、ルドラ、バルナ、アシュラ、ネワンテ、フェイス、いろんな日本のジャックベイトがありますが、そういったものを使って比較的弱めにトントンってアクションさせてやる。そうすると、まあ、当然アクションしてもフッピュンっていう弱いアクションになるんだけど、この弱さっていうのが挙時期っていうのがある。つまりアメリカンスタイルみたいにババーンって動かしてより広い範囲から魚を探っていくっていうんじゃなくて、アクセント的にジャークを入れてやって、ここで気づかせる、寄せてくるっていうよりは気づかせる程度のアクションにして、その後のポーズとかで食わせるっていうのがジャパニーズスタイルだと思います。で春のジャークベイティングにおいて大事になってくるのは、オールドスタイルとかアメリカンスタイルっていう強くて激しい動きのアクションっていうのは特にプリスポーの時期効かなくなるんですよね。逆にジャパニーズスタイルのような弱々しいアクションっていうのが非常に効いてくるんです。日本のジャーキングってそのトントン
トントンって本当に優しい感じじゃないですか。右を見ても左を見てもジャーキングっていったらそういうジャーキングしかしない。だからこそ逆にハイシーズンとかはあんま効かないんですね。それならスピナーウェイト投げてた方がより広い範囲から逆ら寄せられるじゃんみたいな感じになっちゃうんだけど、コタ春においてはその弱々しいアクションというのは効く。だから春にジャークベイトっていう風に言われるんですよね。全部できる人はそんなにないと思う。だってオールドスタイルできるやつっていうのはアメリカンスタイルとかジャパニーズスタイルバカにするんですよジャパニーズスタイルしかできない人は当然オールドスタイルとかアメリカンスタイルもできない。全部できる人はそんなにない。使い分けられる人はね、それを使い分けてこそですっていう感じ。はい、続いてジャーキングスタイルにおいて大事になってくるタックルバランスっていうのをね、ちょっとご紹介しようと思うんですけども、オールドスタイルっていうスタイルのジャーキングスタイルがやっぱり一番タックルバランスですごくシビアになってくるんですよ。これがちょっと妥協すると全然ポテンシャルを発揮できないとかになってくるんで、オールドスタイルが一番難しい。基本的には6フィート以下の、ミディアムからミディアムライトぐらいの差で、ブランクスの男性率も中低男性クラスの、男性率で、かつレギュラーファーストぐらい、レギュラーすぎずファーストすぎずっていうアクションが非常に大事になってきます。ラインはナイロン20本の、これも絶対。フロロー使ったらフロローっていうラインの重さでルアーのレスポンスが下がってしまうし、 P ラインを使ってしまうと P ラインの伸びのなさっていうのがね、悪影響を及ぼしてルアーが水をつかまずに滑ってしまう。ナイロン20ポンドっていう太さがあるからこその適度な伸びと適度な比重からもたらすアクション、ルアーのアクションっていうのがすごく大事になってくる。でリールも基本的にアクションさせやすいようにロープロファイルのリール、まあこれバンタムだけどもっとちっちゃくてもいいと思う。で、ギア比っていうのは、ラインスラックを取るのが大事になってくるから、エクストラハイギアって皆さん思うかもしれないけど、これ別にジャーキングだけの話ではないんですが、その巻きの精度を上げていこうと思ったらギア比って落とさないとダメなんですよ。それは巻き物でもそうだし、これが多分顕著なのがスイムジグ、スイムジグ系の釣りにおいてはなんでハイギアを使わない、まあ、ハイギア使ってる人もいると思うけど、ローギアを好んで使ってる人もいると思うんですよ。それは巻きをどれだけ丁寧にするか、そこにフォーカスを当ててるんですよね。だから早く巻くとか早く回収するならハイギアでもいいんだけど、丁寧に巻く、センチ単位で巻きをコントロールしたいとかになってくると、どうしてもギア比って比較しないとダメになってくるんですね。でジャーキングにおいてもこのハンドルの巻きってすごく大事になってくるんで、比較的ギア比は低めの方がいい、ノーマル以下の方がいいと思います。でそれぐらいシビアなタックルバランスにしてようやく何とかなるのがオールドスタイルで、アメリカンスタイルのジャーキングになるともうちょっと緩い感じでも大丈夫です。ロッドの長さっていうのを、まあ、長すぎたらやっぱり竿を振るのにしんどくなってくるので、長すぎず短すぎずということだと思います。だいたい6フィート半から6フィート10インチぐらい、まあ、7フィートまで行かせる人はあんまりいないかなとは思います。6フィート半から6フィート10インチぐらいで、ラインもナイロンラインを使う人ってあんま多くない、どっちかというとフローカーボンラインを使う人が多いんですが、フローの10とか12、14とかね、8とか使う人もいると思うんですけども、それだけ糸を細くする、なんでかって言ったらそれだけ糸を細くするとより広い範囲にルアーが動くんですよ。水の抵抗、糸の水の抵抗がなくなるので、パワージャークはすごくしづらくなってしまうんですけど、ダートはしやすくなる。プラスフロロカーボンという沈む糸を使うことによって縦のレンジ、つまりより深く潜らせることも可能になってくる。だから比較的細い糸を使いやすい、まあ、10ポンド12ポンドぐらい。でギア比も基本的にはハイギアとかを使う人も多いかなっていう感じで、タックル自体はアメリカンスタイルとジャパニーズスタイルってそんな変わらないんですよね。ジャパニーズスタイルも基本6フィート半からそれ以上長い差を、まあでも7フィートいかないぐらいの差を使って、かつフロロカーボンライン、まあ10ポンド前後の糸を使ってこういったねバルダとかを使い、アクションの強さを書いてある、そんな感じですね。でもまあ基本的にはオールドスタイルのタックルならジャパニーズスタイルとかアメリカンスタイルもできなくはないので、でもアメリカンスタイルとかジャパニーズスタイルのタックルでオールドスタイルできないので、考えるとまずはオールドスタイルのジャーキング特化型みたいなタックルを一つ持っておいた方がいいかもしれませんね。はい、ということでね、今回ね春のジャークベイティングについてちょっと解説しました。春のジャークベイティングにおいて意識しなきゃいけないことっていうのはアクションを弱くするっていうことなんですよ。だからバシバシっていうアクションをしてしまうとこれもう途端に釣れなくなってしまう。だから優しくトン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 っていうぐらいのアクションで抑えてやるっていうのがすごく大事なんですね。まあ、正直それはもうジャークとは言えないんだけど、でもそういうもんなの春にジャークベイトで結果を出したいのであれば優しくジャークする、もしくは巻くね、もうジャークしない、
そこが大事。なんかジャーキングをしっかりやろうとすればするほど、春の特にブリスポーン期の魚は釣れないということです。そこだけ意識してやってもらえたら釣果が上がるかもしれないということで、今回はねこれぐらいにしておきましょう。本当はこの後に実況動画があって、そこで実際魚釣ってっていう映像を見せたかったんだけど、雨のせいで実況動画撮れてないんで、それはねまだおいおいということでやっていこうと思います。はい、それでは今回はこれぐらいにしておきますか。またどっかでお会いいたしましょう。そらラズさん。